金木星は木星か木星族の常緑を高木樹で木星の変種。中国では正しくは短形がこれにあたるが一般には経過の名で呼ばれることがある。しかし経過は貴族における一つの種名であり金カツラ、銀、カツラなどを含むすべての亜種、変種、品種を総括するものである。和名の由来はこの樹皮が蔡の足に似ているため中国で 木星と名付けられ、銀木星の白い花色に対して、陶鉱色の花を金色に見立てて、金木星という。中国では、木星のことをカツラと書き、白花の種は銀木星、紅白色は薄銀木星と呼ばれていて、金木星は銀木星の変種である。中国原産。日本には、江戸時代にオカブが渡来し、これが挿し木で、 北海道と沖縄以外の日本中に増やされた。日本には自然の分布はなく、庭などに植えられている。日本における幸い地は、北限は東北南部、南は九州までの範囲とされる。普通高さ4メートルほどになる常緑ダ高きで、私有一種である。条件が良い時には、高さは10メートルから18メートル、幹の直径は50センチメートルから1メートル余りに、 成長する。樹皮は皮目が目立つ。葉は耐性で、高皮神経である。葉は波打っており、縁にわずかに巨子がある。夏季は秋。花はオレンジ色の小花が溶液に多数集まって咲かせる。本来は私有一種の植物であるが、日本にはオカしかないため、実を結ばない。花の数は銀木星よりも多い。おしべが2本と不完全なめしべを持つ。 花は芳香を放ち、銀木製よりも濃厚で、甘い香りで、夕方などに強く感じられる。芳香は、銀木製よりも強い。香りの主成分は、ベータ、イオノン、リナロール、ガンマ、デカラクトン、リナロールオキシド、シスマイナス3ヘキセノールなど。このうち、ガンマ、デカラクトンなどは、モンシロチョウなどへの起死作用があることが判明している。メカブは冬に、 クコの実ほどの小さな実をつけ、熟すと紫色になる。ただし、日本では花付きの良いお株しか移入されていないため、中国まで行かないと実を見ることはできない。日本の金木星は中国の探検に相当するが、日本の金木星と中国の探検が本当に同一であるか、日本の金木星と同じ遺伝子を持つ探検が本当に 中国に存在するかどうかは議論の余地がある。そもそも金木製自体が日本だけで特異的に広範囲で育てられている木製の品種の一つに過ぎないが中国では木製とその品種は経過茶の原料として重要な栽培植物であり品種改良によって様々な品種が生み出されて大規模に栽培されている。単形に分類されている木製の品種だけでも 高級系カチ茶の原料として知られる大花探偵や主捨探偵をはじめとして大量の品種がある。日本の金木犀と完全に同じ遺伝子を持つ木製の品種が中国に存在しない可能性もあり、その観点から金木犀は中国ではなく日本で生み出されたという説もある。主に常緑の庭木や街路樹として好まれ干渉用に植えられている。 果実ではなく花をめでたり食べたりする植物で、しかも充粉させて種を取らなくても挿し木で簡単に増やせるので、庭木や街路樹としては、花が少ない芽株よりも花がたくさん咲くお株が植えられることが中国でもほとんどである。果敢は白ワインに漬けたり、茶に混ぜて、ケイカ茶と呼ばれる花茶にしたり、蜜煮にしてケイカビ塩と呼ばれる香味料に仕立てたりする。また、ケイカニコ。 ケイカトリートタン、ケイカ豆腐、ケイカホトイなどのように、ケイランの色を金木犀の花の色に見立てて、名付けられた卵料理は多く、正月用の菓子である、ケイカ年講のように、金木犀の花の砂糖漬けを飾るなど実際に、この花が使われる料理もある。金木犀は、香りが良い樹木の代表種でよく知られ、大鉱木とはならないため比較的、狭いところにも植えられている。 やや日陰を好む性質があり、庭木としては半日陰のようなところに植えるとよく、日当たりが悪いと花つきが悪くなり、日当たりが良すぎると葉焼けを起こす。すぐに大きくなって樹形が崩れるので、数年に一回は大きく刈り込むと良い。剪定は花が終わってから新芽が吹くよくるまでに行う。害虫は夏に肌にが湧くことがあるので注意。植栽の撤去は、 2月下旬から3月上旬、6月下旬から7月中旬、9から10月とされている。日本にはオカブしかないため、差し木で増やす。丈夫で育てやすく、花も楽しめるので、庭木でも鉢植えでも人気がある。差し木だと開花までは早くても5年はかかるが、苗を買ってきて植えれば、早ければ植えた年に花が咲く。すぐに大きくなるので、 鉢植えよりも庭に植える方が適しているが、鉢植えにするならなるべく大きい鉢に植える。金木犀の花は甘めでしっかりした強い香りであることから日本において組取式便所が主流で悪臭を発するものが多かった時期にはその近くに植えられることもあった。そのことから1970年代初頭から1990年代前半まで金木犀を模した香りが トイレの方向剤として主流で利用されていたため一部年齢層においてはトイレを連想させることがある。秋の季語である。花を焼くようにする。花には、ロウス、オスマン、アルファツヨンなどの精油、グルコース、フルクトース、マニトール、ステアリン酸など含まれている。精油には味覚神経を刺激して唾液や胃液の分泌を促進させる。 方向性検疫作用があり、血液循環にも役立つと言われている。精油以外の成分には、滋養保険の効果があると言われる。滋養保険、食用増進に乾燥させた花を煮出して、フラワーティーとして用いる。低血圧、不眠症には、焼酎1リットルに、生の花150グラム、乾燥下の場合は30グラムの割合で浸し、冷暗所にヶ月保存してからカスを除いて、 木製下手を作り、就寝前に、杯き一杯飲むと良いとされる。銀木製は、金木製より、わずかに巨手が強いので、そこが見分けるポイントの一つだが、どちらもヒーラギ木製ほどはっきりした巨手はなく、見分けづらいこともある。ありがとうございます。